列車特番11月14日アップデート情報公開ということで、どうも佐藤でございます。どうも金でございます。列車運営ゴリさんです。はい、もう早速なんですけど、よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけれども、まあ、今回どのようなイベントが開催されるのでしょうかということで、まあ、ちょっと見かけましたけど、はい、まあ、2周年こう直前、はい、何が来るのか、はい、そうですよね、はい、ということなんですけど、まあ、何のこう裏もない定番のナラティブダンジョンが開催されます、はい、もうストレートにナラティブダンジョンが開催される、はい、というところですね、はいはい、新しいチャイルドも登場しますので、はい、ぜひ、ご覧ください。はい、それでは、新チャイルドを紹介していきます。はい、これから紹介する内容なんですけれども、開発環境でプレイしているものになりますので、本番では変更がある可能性がございますので注意してください。はい、でもさっきから出てしまってるんですけど、はい、出てますね。これがオフォイスです。オフォイス、オフォイス、オフォイス、オフォイスですね。はい、でちょっとね、これがね、絆解放前なんですよ、うん、一応動かすんですけど、このお服がね、めちゃくちゃいいんですけど、素晴らしいデザインです。素晴らしいです。で、絆解放させましょうか。はい、こんな感じになります。なんか透けましたね。あのスケスケになってますけど、透けてる感じか、顔もほてってますけど、はい、あ、そっか、下がスケスケになってるのか、上もスケスケになってる。あ、上もスケスケになってる。ちょっと透けちゃってるんですよね。なるほど、こちらがですね、闇属性の攻撃型になっております。はい、スキルも見ていきましょう。ノーマルスキルですね、HP の残りが最も少ない敵を優先して2体にダメージを与え、アンチバリアです。でアンチバリアの効果がバリア解除プラス残りバリアの割合に応じてダメージを与えるというものです。スライドスキルですね、光属性の敵を優先して2体それぞれに対しダメージ、これが2回攻撃になってます。そして保護系バフ爆発です。保護系のバフを1つ解除しダメージと、でデビルランブルで追加ダメージですね。最後ドライブスキルです。保護系バフ中の敵を優先して4体にダメージを与え、保護系バフ爆発です。もう保護系バフ大嫌いみたいな。大嫌いです。こちらナラティブダンジョン初のチャイルドなんですけれども、うん、珍しく攻撃型、まあ、攻撃型珍しい、珍しいです、うん、まあ、とにかくなんかバリアとかが嫌いで、うん、まあ、ノーマルス系のアンチバリアがかなりいいんじゃないかなと思います。しかも2体ですしね、これ。そうですね。まあ、あとは、まあ、とにかくバリアを持つチャイルドに対して、まあ、強力なスキルを持っているっていうところなんですけども、はい、まあ、スライドスキルにはその保護系バフを爆発、うん、こうなんか口を噛んじゃうんですけど、そうですね、保護系バフ爆発って、はい、まあ、普通に言えたらこれちゃんと、はい、あのみんなすごいよみたいな感じで自慢していいと思いますけど、これバリアだけじゃないんですよね。そうですね、バリア以外にも、保護系バフっていうのがいくつかあって、うん、なるほど、ちょっとここには書ききれないんで、はい、あの公式の FAQ に載せておきますので、うん、そちらをご覧いただきたいんですが、はいはい、まあ、その保護系バフを持っていると、うん、爆発してダメージを与えると、うん、敵が、うん、バリアを使っていると逆に強力なダメージを与えられるっていうところなので、逆にアダになるみたいなところ。そうですね、はい、まあ、とにかくそういうところにこう集中的にとにかくダメージを与えたい、はい、とにかくもっとダメージを与えたいっていうところはすごく使いやすいのかなと。なるほど。まあ、なんかデビルランブル敵であのダナとかいるときに、うん、まあ、デビルランブルあの編成見れるんでね、敵の、そうですね、まあ、その時に入れてしまうみたいなのができるんで、そこが強いかなってところですね。そうですね、はい、あと、まあ、スライドスキルにある2回攻撃しっていうところ、はい、まあ、これがオフォイスの性格による設定でもあるので、なるほど、はい、まあ、これがナラティブダンジョンのタイトルにもそういう意味では使われているんですけども、はい、というところでナラティブダンジョンぜひちょっと見ていければなと。はい、はいはい、こちら側のオフォイスが登場するナラティブダンジョン、はい、タイトルがセカンドチャンスです。セカンドチャンスですね、はい、でもう今ストーリーの画面が映ってると思うんですけど、ね、見えちゃってますよね。契約者がめちゃくちゃ可愛いですよね。これすごいね。すごいですね、これ、うん、ありがたやですね。もう早くリバラビに入れてくださいはい、今回のストーリーなんですが、はい、まあ、こちらの、双葉がですね、うん、まあ、何をやっても一度ではうまくいかないという、なるほど、なんかこう不思議なジンクスを持っている、はいはい、で、まあ、この一度ではうまくいかないっていうところがまあちょっとミソなんですけど、うん、まあ、そんなこんなで、あのちょっととある出来事を持ってこう展開が進んでいくと。なるほど、はい、
まあ、先ほど言っていた2回攻撃がその辺に関わってくるんですね。そうですね、まあ、結局のところ2回やればなんとかいくっていうところあるとは思うんですけど、もうすべてこうあの1回ではうまくいかないので、はいはいはい、せっかくのこうチャンスを全部見逃してしまうというか、はいはい、うまくいかないというちょっとこう不運なちょっと境遇ですね、うん、あでもいいことですねそのなんか運命を受け入れてちゃんと傾向と対策を練ってる、うん、そうですね、はい、それではじゃあ報酬を見ていきましょうか、はいはい、ということで、ナラティブコレクションの方なんですけれども、はい、今回オフォイスの、モチーフ装備ですね、いつも通りのモチーフ装備もあるんですけれども、うんうん、温泉魔力がね7番目にね、かわいいですね、ありますよということで、いいですね、ありがたいですねこれ。じゃあちょっと温泉の方も、はい、飲みましょう、はい、かわいい、セクシーですね、セクシーだな、出てるしな、まあ、はい、はい、こんな感じの温泉魔力手に入ります。はい、あとオフォイスをテーマにした装備品も、はい、コレクション報酬にありますので、はい、ぜひ皆さんそちらも、ぜひ手に入れてですね、装備させてあげてください。はい、はいはい、というわけで直近のアップデート最新情報は以上になるんですけれども、うん、今回何か2周年イベントの情報気になるね、あるんですね、2周年ですね、はい、しばらくちょっとご無沙汰してましたけど、はい、そうですよね、はい、明日メンテナンスの時にまたちょっと情報を出しますので、はいはいはい、そちらぜひ皆さん公式のお知らせをご覧ください。はい、ということでお預けということですね、はい、それでは今回の特番は以上です、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。